全然知らない人にはアイヌだ、キモとかってなんでわかるのかなって思ってたんだけれども、そうやって言われたり普通にしてたから、すごいショックが大きかったっていうか、俺にとってはアイヌってすごく嫌なこともあったから、嫌なことでもあるんだよね。実際アイヌじゃなきゃよかったなってもすごく思ったりもしたこともあったし、昔は肉だけ食えてりゃ生きてきてたけども、今はお金がないとダメだから、まあどうやってお金に変えていくかっていうのも課題だけれどもね。けどアイヌ文化ってすごくいいところがあって、そういう文化を残していきたいって今は思ってるから、少しでも理解が深まるようになんか活動していければいいなと思って。